疲れ様です。疲れ。あ、シフト出たんですね。うん。うわ、ここタケルさん10連勤じゃないですか。もう全然楽よ。マジっすか。うん、芝居の方が神経使うし。ああ。もうこんなんもうできるようになったらもうロボットみたいにやりゃいいだけだからさ、うん、心動かさなくていいし。そういうもんなんすね。だから桐山くんも全部深夜。はい。元気だな。もうタケルさんも深夜出てください。あ、もう25過ぎたらもうしんどい。いくつだっけ。あ、21っすね。わあ。俺21の時とかもう猿だったもんな。猿って、あ、てかここ金曜なのに休みっすね。あ、その日舞台見に行く。え、何のっすか。モダマップ。はい、知らん。はい、舞台とか興味なくても一回見た方がいいかもしれない。野田秀樹さんの。へえ。てか役者さんで知り合いとかいるんですか。あ、三越かけるさんとか知らないか。すいません。あ、でも僕佐藤健めっちゃ好きなんですよ。